次に同じように足踏みをしながらコインに出して1から30までの数を数えます。ただし3の倍数のところだけは声を出さずに手拍子のみ行います。それでは動画を見ながらやってみましょう。せーの、難しいですよね。間違えるぐらいがちょうどいいです。何度もトライしてみましょう。